ナイン。はい、どうも、トウソクチュードレンのつくもです。ということで、ナイン、ミヤコルートパート8、続きからやっていきたいと思います。続きからです。ロードしました。化粧。洗顔と歯磨き。簡単な朝食。着替え。さあ、そろそろ行くかと、カバンを肩にかけたところで、目の前の空間が歪んだ。ほら、もうお出かけ？空間を割ってソフィーが現れる。相変わらず無駄にかっこいいんだよな。そうだな、そろそろ出る。ああ、そう、調べてあげたわよ。まずは一人。え、早いな。早いですよね。言ったでしょ、あなたとは違うの。はいはい。軽く流すとソフィーは不満そうに顔をしかめ、そしてため息をつき、気だるそうに続けた。簡単だったわ。あなたの過去の行動から導き出したのよ。あなたの挙げた条件に合致する人物はすぐに見つかった。過去の行動ね。俺の監視はしっかりしてたってことか。当然よ。自覚のないユーザーなんて面白い、うん、危険だもの。なんか本音が見えましたね。おい、本音が聞こえたぞ。うるさいわね。いいから黙って聞きなさい。へいへい。調べたのは髪の長い方。名前は高坂遥。あなたたちの世界の文字でどう書くかは知らない。年はあなたの一つ上ね。上、やっぱ先輩だったか。行動を観察する限り予想は当たっているでしょうね。彼女かなり怪しいわ。なるほどな。うん、え、何、それだけ？そうよ。マジかよ。ほとんど変わってない。急いでるんでしょ。手短にまとめてあげたのよ。お気遣いありがとうございます。もう一人の方も頼む。言われるまでもなく。俺の言い方が気に食わなかったのか、少し、無然としながらソフィーが姿を消す。見た目が可愛いからつい気安く接してしまうが、気難しいんだよな。扱いが難しい。さて、とにかく名前が分かったんだ。あとは自分でクラスとか調べてみますか。あ、来た来た。ニーヤ遅いぞ。ニーミ君おはよう。駅のそばで空が待っていた。なぜか家が逆方向の九条までいて、ちょっとびっくり。なんで九条が？モテモテのあの人のこと気になったんだって。どんな人かなって見てみたくて。ソフィーが早速調べてくれた。高坂遥さんだってさ。学年は一つ上の3年。先輩だな。高坂先輩知ってる？うん、ごめんなさい。とにかくさ、行こうよ。逆ハーレム隊もう先行っちゃってるよ。ああ、悪い、追いつこう。あ、カゴにカバンどうぞ。あざーす。九条、もう見たか？見たというか、男子に囲まれてて当の本人は見えなかったというか。名物になりつつあるよね。さっき行ったばっかりだからすぐ追いつけると思うよ。小走りで10数秒。サラの言った通り、すぐに目立つ集団が見えてきた。ちょっと、荷物を雑に扱わないでくださいます。お弁当が傾いてしまうじゃないですか。確かにね、キャラが全然違いますよね。こら、ダメですよ。それ以上近づいたら私に決して触れないでください。来やすい女ではありませんことよ。男子の群れとお姫様、いや、掲示板的にはエデンの女王か。取り巻きの男子にカバンを持たせ、わざとらしいほど優雅に歩いて。初めて見た時は迷惑そうにおどおどしていたが、まさに女王だよね。制服も胸元をガッて開けちゃって。でもなんだろう、こんな言い方は失礼だけど、無理にキャラクター作ってる感あるよね。あ、うん、そう、話し方がぎこちないなって。なんかさ、やっぱ急にモテ始めてはっちゃけただけなんじゃないの。アーティファクトとか関係なく。急にモテることがおかしくない？彼女の魅力に周りが気づいたとか。いや、だとしても異常ですよね。宝くじが当たったとか。ミヤコ先輩ピュアすぎる。兄貴は汚すぎる。確かに。なんでだよ、
100万もらえるなら靴舐めるわ。え、確かに舐める。え、まあ冗談はいいとして、自分で言っといてなんだが、確かにあのモテ方は異常だよな。本来の性格は私はわからないけれど、そんなに大きく変わったのなら環境の変化によるものかもしれないね。その環境の変化を起こしたのがアーティファクトってことだな。男の子にモテるアーティファクトっすか。羨ましいような、どうでもいいような。ま、確かめてみますか。どうやって？任せておくんなさい。名前がわかってるなら意味深な感じにできそうだよね。兄様、ちょっとお背中貸してくださる？あ、うん。ソラがカバンからペンと手帳を取り出し、一枚丁寧に破り取って俺の背中に当てて何やらやり始めた。あやべ、書きにくい。書いてから破ればよかった。下敷き使う？あ、大丈夫っす大丈夫っす。手紙か？そう。オッケー、こんなもんしよう。渡してくるね。渡してくるって、え、大丈夫？私の能力忘れた？手紙を折りたたみながら、ソラが無造作に集団に駆ける。そして全く取り巻きの誰にも、そして本人にすらも気づかれず、高坂先輩のポケットに手紙を忍ばせ、下り顔で戻ってくる。ふん、余裕っすわ。そっか、自分の存在感を操作したんだね。そう、じーっと見られてると無理だけど、こっちに気づいてない相手にはほぼ透明人間。まさに現代の忍者。いい能力をもらえたぜ。地味で使えねえって思ってたけど、意外とすごいな。おい、そんな風に思ってたのか。今すぐ謝ればビンタ一発で許してやろう。手紙なんて書いたんだ？あの子か。エデンの女王はあなたですよね。私はあなたの仲間だから、よかったら連絡ちょうだいって。 ID も書いといた。わ、結構大胆なことしたね。あれ、ダメだった？的外れだったら無視されるだろうし、当たりでも警戒はされそうだが、返事が来たら儲けもんだな。よくやったソラ。えへへ、もっと褒めるだよーい。あ、ちょ、髪触るのやめて。セット崩れる。頭を撫でてやろうと思ったら振り払われた。お兄ちゃん悲しい。とりあえず様子見るか。放課後まで何もなかったらまたなんか考えよう。 ID ってソラちゃんの ID を伝えたの？まさか。ん？うん。おい、なんだ今の。何が？誰の ID 書いたんだよ。あ、もういい、もうわかった。ごめんって、怒んないでよ。いや怒ってないけど、むしろよかった。取り巻きに ID ばらまかれても俺ならダメージないしな。ちょ、なんだよ、怒れよ。話広がらないでしょ。なんだよお前、めんどくさいな。新見くんってそっけない対応するけど、本当はとっても妹思いのお兄さんだよね。え、いや、そんなことないです。なんだよ、実は私のこと好きかよ。いえ、違います。でも好きじゃなかったら炎の中に飛び込んでいけないと思う。あ、それ言われたらね。おいおい、私のこと大好きかよ。うっせ、黙れ。素直になれよ。死んでしまえ。ひどい。いいな、仲良くて。え、今のそう見えた？どこら辺、どこら辺が仲良く見えてます？そういうこと言えるのも相手が分かってるからこそでしょ。ニーミ君、私に死んでしまえなんて言わないし。いや、そりゃあね。そういう距離感ちょっと羨ましいな。え、死ねって言われたいの？ド M なの？え、そうじゃなくて、私も一人っ子だから、ニーミ君みたいな頼れるお兄ちゃん欲しかったなって。おい、まんざらでもないって顔するなよ。おい、うっせ、バーカ。お前がバカだ、バーカ。仲むちまじいね。ちょっと可愛いですね、このね、言い方ね。え、今噛みました？あ、噛みましたよね。めっちゃめっちゃこう突っ込みますよね、そらね。仲むつまじい。むちまじい。ごめんなさい、許して。顔真っ赤、かわいい、先輩かわいい。お前ほん
と人のミス見逃さないよな。最近のニーヤンはため息ついてきて感じ悪いから、これからはミャーコ先輩をいじり倒します。やめてください、ごめんなさい。真っ赤になった顔をうつむける。やめろと強く言わないのは、そんな九条を俺も可愛いと思ってしまっていたから。すまん、九条にとって頼りになる兄に俺はなれ。ね、連絡来るといいね。話題変えても先輩いじりは続きます。ソラちゃんだって噛むことくらいあるでしょ。いやー、ないですね。あたし滑舌…あ、噛んだ。え、噛んでないですけど。噛んだよ、滑舌って。え、そんなこと言ってないですよ。先輩耳鼻科行った方がいいですよ。この会話一生聞いてたですよね。もう、ソラちゃんずるい。じゃれ合う二人を一歩下がって眺める。九条がこんな顔を見せてくれるようになったのはソラのおかげかもな。心の中で感謝して二人のやりとりを楽しみながら学校へと向かった。なんかさ、最近かけるくんさ、付き合い悪くない？昼休み、パンをかじりながら与一が不満そうな顔。そうか。そうだよ、遊びに誘ってもまっすぐ帰っちゃうしさ。女子とカラオケとかだろ。俺そういうのはいいって前から言ってるだろ。やっぱり。そっか、かけるってなんだよ。ホモだったんだね。アホか。ごめん、僕にはその気ないから。俺だってねえよ。焼きそばパンを食べ終え、ツナマヨパンに手を伸ばすと、机の上に置いたスマホが震え、リングにメッセージが届いたとポップアップが表示される。いいよね、かけるはさ。何が？九条さんと仲良くなれてさ。なんだよ急に。九条さんでしょ、メッセージ。違うって、あっちはスマホすら出してないだろ。あ、ほんとだ。口をもぐもぐさせながら与一が振り返る。九条は友達数人と机を囲み、食事を取りながら談笑していた。いつものパターンだと空かおかんだが、メッセージを確認し軽く動揺。あなたは誰ですか？私と同じ AF ユーザーですか？まあアーティファクトユーザーってことですね。まさか本当に来るとはな。どうやら空の送った手紙は効果的だったらしい。AF というのは多分アーティファクトのことだろう。あっさり自白か。喫茶店でペラペラ話していた俺たちと同じくらい迂闊な性格のようだ。すぐに返事をしてもいいんだが。どったの？いや、初めて迷惑メッセージが来てちょいビビった。ああ、カード買ってきて番号教えてとかいうやつ？それ。まだあるんだね。僕にも来ないかな。来たら遊んでやろうって思ってたけど、なかなかできないもんだな。嘘をついたことにちょっとした罪悪感を抱きながらスマホをしまい、九条をチラリと見る。まず相談した方がいいだろうな。食事が終わったタイミングでメッセージを送ってみよう。ねえねえかける。はいはい。かけるんち行ってもいい？うん、いいけど。いつ？今日。今日か。学校帰りに妹が来るからな。じゃあ明日。休日はゆっくりしたいんだよな。じゃあいつならいいんだよ。まあそのうちな。最近かけるが冷たい。1年の時は毎日遊んでくれたのに。お前が勝手にうちに来てただけだけどな。入り浸りすぎて1回かける切れたよね。お前が俺の PC をウイルスに感染させた時な。それは切れる。青い衝動を抑えきれなかったんだ。自分の部屋でやれよ。親にはそういう知識一切ない天使って思われてるんだよね。学校でも天使ていたら今頃彼女の一人や二人できてるだろ。学校でまで我慢したくないよ。それに彼女は別にいらないし。あれ、欲しいって言ってなかった？今は都合のいい女友達が欲しい。そういう下水こと言うからいつもあと一歩で付き合えないんだよお前は。もうさ、正直誰でもいいよね。もう女子なら誰でもいいよ僕は。だから妹さん紹介してください。妹が来てる時は絶対にお前をうちに呼ばない。くそ、九条さんとこれ以上仲良くなるの全力で阻止してやる。はっ、できるもんならやってみろよ。お腹が緩くていつもパンツに茶色い染み作ってるってバラしてやる。お前、そういう地味に信じそうな嘘はやめろ。一旦高坂先輩のことは忘れて身のない話に興じる。動くの放課後だろうな。それまでに作戦を練っておこう。
高坂先輩の能力が他者を魅了する力であれば魔眼のユーザーではないよね。いや、アーティファクトは複数所持できるかもしれない。まあ、いそうですよね、複数所持者みたいなね。え、そうなの？ソフィーが複数持ってるようなことを言ってた。ああ、そうでしたね。そうなんだ。すべてアニメと一緒じゃないのね。放課後、九条と二人でナインボールへと向かう。高坂先輩とはあの後少しやり取りをし、そこで待ち合わせすることになった。文面からこちらを全面的に信用はしていないよう、していないようではあったが、悪人っぽくはなかったんだよな。でも警戒は必要よね。私たちはこれから殺人犯と接触するのかもしれない。ああ、そうだな。九条の言葉に情けないが胸中に不安が渦巻いた。圧倒的に覚悟が足らない。だが九条の前でかっこ悪い姿を見せられない。先輩もう来てるかな。俺たちの方が早いかもな。まずは俺一人で話す。九条は俺とは知り合いでも何でもないって感じで普通にバイトしててくれ。ごめんなさい、いつも危ないことばかりさせてしまって。適材適所ってやつだよ。もし変な動き見せたら九条の力で何とかしてくれ。うん、わかった。力強く九条がうなずく。空もいれば頼りになったかもしれないが、俺の部屋で待つように言っておいた。空は不満そうだったが、あの火事からまだ1週間だ。万が一の事態が起こった時に危険な目に遭わせたくなかった。じゃあ私裏から入るね。ああ、先に入ってる。うん。店の前で九条と別れ、俺は一足先に店内へ。店内はかなり空いていた。入り口から一番遠くの窓際の席いた高坂先輩だ。そばにやってきた店員さんの案内を断り近づく。先輩の対面の椅子を引き腰を下ろす。高坂先輩ですね。はい、そうです。メッセージを送りました。うつむき、もじもじ、ぽつりと聞こえないくらいの小さい声でつぶやく。ああ、手紙は空の文字だったから勘違いしたんだ。しかし、うつむいたまま一切こっちを見ない。朝とは全く違う、というか戻ったというか。最初に見た先輩はこんな風におどおどしていた。いらっしゃいませ。九条が俺の分のグラスをテーブルに。急いで着替えたんだろう。いつもピシッとしているのに制服にシワが寄っていた。ご注文お決まりになりましたらお呼びください。あ、今いいですか？はい。先輩も何か頼みます？パッと顔を上げ、メニューに手を伸ばそうとして、なぜかビクッと引っ込む。気の毒なほどテンパってるな。この人が殺人犯とは思えないが、まだ油断はできないか。あ、じゃあアイスティー2つ。先輩、いいですか？チワワみたいにプルプルしながら小栗とうなずく。なんか脅してるみたいで罪悪感を覚えるな。アイスティー2つで。承知しました。少々お待ちください。九条が頭を下げ、チラリとアイコンタクト。先輩に気づかれぬよう小さくうなずく。九条が立ち去るのを待って口を開いた。今日は急にすみません。あんな手紙びっくりしましたよね。実は掲示板を見まして。アガスティアの葉です。ご存知ですよね。毎朝見かけていたので、もしかしてって思って、能力を使って手紙を出してみました。知らないうちにポケットに入ってましたよね。そういうことです。会話が成立しねえ。口下手な俺にはかなり辛いぞこれ。やっぱり空に来てもらうべきだった。あ、そうだ、自己紹介がまだでした。俺、ニーミカケルって言います。どもりまくり、はぁとため息をついてうつむく。人見知りなのか。慣れたらあの高飛車な感じになるんだろうか。
こりゃ長期戦になりそうだ。あ？違和感。うまく言えないが、先輩のまとう空気が変わった。それは気のせいではなく。顔を上げた先輩の目からは怯えや緊張が消えていた。高坂遥ですわ。以後、吉野に。はい。ですわ。いや、変な口調はどうでもいい。なんだこの唐突な変化は。まるで別人みたい。別人、別人格。もしかしてこれも能力か。魅了と多重人格、複数持ちの可能性が高くなった。警戒しつつも、まさか複数は持っていないだろうと心のどこかでそう、決めつけていた。やっぱ俺軽率だな。お待たせいたしました。先輩と俺の前にそれぞれグラスとストロー、そしてシロップとミルク。ご注文は以上でよろしいですか？ええ、結構です。ごゆっくりどうぞ。先輩の堂々とした口調に一瞬だけ動揺を見せたものの、すぐに立て直し伝票を置いて頭を下げ立ち去る。途中振り返って心配そうな視線を投げかけられたが、分かりやすい反応をすることもできず、ひとまずグラスにストローを突っ込む。先輩もやたら優雅な所作でシロップを入れてストローでゆっくり書き、回す。掲示板の書き込みを見てくださったとのことで。ああ、はい。では私の悩みは話すまでもないですね。はい。能力に振り回されて。無言でかつ柔らかい所作で先輩が、手のひらをこちらに向ける。あのような掲示板に書き込みはしましたが、このような場所で話すことではありませんので。ああ、それはすみません。いえ、謝罪する必要などありませんわ。手を差し伸べてくださってありがとうございます。あなたは私に言い寄ってくるだけの殿方とは違って、とてもお優しい方。今度は俺が答えに窮していた。なんだこの私超モテるんですという全身からたけらせまくってる自信は、性格が180度真逆になった。まるで別人だぞ。一つお伺いしても？はい。なぜ私に手を差し伸べてくださったのですか？そうですね。素直に魔眼のユーザーを探していると答えるか。いや、それはまずい。まだ本人である可能性は捨てきれない。それなら仲間を探していたんです。仲間ですか？はい。俺たちは非現実的というか、そうだ、アガスティアの葉、まるでメビウスの世界に迷い込んだみたいな、そんな状況ですよね。そうですね。かなり戸惑いましたが。ですよね。だから自分と同じ状況の仲間と知り合いたかったんです。その時本物っぽい書き込みを見つけて。それが私だった。そうですね。はい。運命ですわね。はい。ん？何を思ったのか制服のリボンを外し、ボタンをプチプチと外して胸元を開け始めた。急に何してんだこの人。場所を変えませんか？場所ですか？できれば二人っきりになれる場所に。グラスに伸ばした手に先輩の手が重ねられた。意味が分からず、ちょっと苦情には見せられないくらいに挙動。何考えてんだこの人は。あなたは白馬のナイト、私のエデンに招くにふさわしい。なんです？アダムとイブになるのです。私たちで理想郷を作るのですわ。いや、ちょっと分かんないっすね。私の目を見て。なんだ、なんか頭がぼんやり。これは能力か。俺は今何らかの能力にかけられている。
けを振り払うことはできた。だがどんな能力か見極めてやる、九条にいいところを見せてやる、そんな気持ちが裏目に出てしまって、彼女の言葉は甘く鼓膜を震わせ脳内に染み渡る。ああ、はい、失礼します。九条の声が聞こえ、危ういところで我に返る。お水のおかわりいかがですか。結構です。ニコリと先輩が答え、九条の視線でまだ手を握られてることに気がついてパッと手を引いた。魅了の能力、とんでもなく剣が。他にご注文は。結構です。そうですか、失礼しました。頭を下げ定位置へと戻っていた九条を見送り、先輩はくずっと吠えた。そう、すでにお仲間がいらっしゃったのですね。え、彼女もユーザーなのでしょう。ああ、いや、今回は諦めるといたしますわ。伝票を取り先輩が立ち上がる。ああ、俺が。今日は私が手を差し伸べてくださったお礼に。ああ、じゃあまたご連絡しても。あ、はい、もちろん。ありがとうございます。次に会った時に私の能力を明かします。それを先ほどの非礼のお詫びとさせてください。非礼、やっぱり。では失礼いたしますわ。くすりと笑い、カバンを腕にかけレジへ。九条が対応し、特に何か話すわけでもなく会計を済ませ、すぐに済ませ、扉の前で振り返り、また俺に微笑んで店を出た。何だったんだ一体。最初はおどおど、次に上品なお姫様のように、朝は高飛車な女王様、そして俺にかけた能力は、もう予想はついているが種明かしは次回か。どうやらなかなかのくせ者っぽいな。お、ストンと九条がさっきまで先輩が座っていた席に腰を下ろした。大丈夫だった？ああ、まあなんとか。バイト終わったくらいにメッセージ送る。うん、うん。どうして手を握り合っていたの？あっちから握ってきたんだよ、急に。急に？そう、急に。新見くんも握り返したの？え？俺はそんなことしてないけど、焦ってそんな余裕なかったし。焦って、うん、え、何？なんか怒ってる？怒る？私が？ちょいそんな雰囲気が。怒る？大して情報を引き出せなかったのは悪かった。うん、ありがとう。私こそうまくフォローできなくてごめんなさい。いや、助かったよ。なんか妙な能力を。あ、俺と話してて大丈夫か？よくない、お仕事に戻らないと。これ飲んだら帰るよ。うん。あ、新見くん、後ろに来てる。ん？ああ。振り返ろうとして途中で気づく。クイーンか。いつから？新見くんが先輩と話し始めてすぐくらいかな。ってことは見られてたな。振り返る。クイーンと目が合った。そらすどころか睨み返してくる。こうなったら行きがけのダチンってやつだな。あ、それ違うか。あ、新見くん。任せとけ。立ち上がり、アイスティーのグラスを手にクイーンの席に近づく。そしてさっき先輩にしたのと同じように正面にどっかりと腰を下ろした。こんな状況でもクイーンは全く動じない。結構肝座ってんなこの子。席間違えてる？いや、合ってる。いつも俺たちのこと睨んでるよな。そうね。涼しげに答え、前髪を軽く払う。あっさりと認めた。何かそっちを怒らせるようなことしたか？いいえ、特には。ならどうして睨む？落ち着いて茶も飲めねえ。あなたも私を警戒している。睨まれたら警戒する、当然だろ。それだけじゃない。腹の探り合いはやめましょう、時間の無駄。
悪いけれど、私は石化の能力者ではない。確信をつく発言につい言葉を詰まらせる。なんとか動揺を飲み込んで平静を保って口を開いた。やっぱりユーザーか。あなたたちはうかつすぎる。あんなに大声で能力のことを話すなんて。特に九条美也子さん。お待たせ。テーブルにパフェを運んできた九条が固まる。こいつどうして私を。コロナグループの社長令嬢。この町に住んでいる人間なら誰でも知っている。この店の常連ならなおさら。能力のことが公になれば混乱が起きる。迂闊な行動は自重してほしい。そうですね、気をつけます。九条がちらりと俺を見る。能力、その言葉で全て理解したんだろう。向けられた瞳には警戒の色が浮かんでいた。私たちの話聞こえていたんですね。あんなに騒げば当然。石化の能力者がそばにいることすら考慮に入れていない。あまりにも短絡的。今はいいのか、そんな話しても。誰が聞いているの。周囲を 見渡し、ふっと愚別だね、するように鼻を鳴らす。まあ確かにそばに客はいないけどさ。とにかく私の邪魔をしないで。邪魔？石化の能力者は私が裁く。裁くって随分と大きく出たな。あの、それなら協力しませんか。私の能力はきっと役に。勘違いしないで。九条の申し出をクイーンはバッサリと切り捨てる。誰かに頼る必要はない。私の能力だけで十分。それにあなたたちも監視対象でしかない。また監視ときたか。全ての能力者の謀反は私が裁く。せいぜい道を踏み外さないことね。そんな、私たちは悪いことなんて。パフェ、早く食べたいの。はい、失礼しました。律儀に謝罪し、パフェとスプーンをテーブルに並べる。ご注文は以上でよろしいですか。ええ、ありがとう。お名前は。名乗る気も能力を明かす気もない。冷たく答え、スプーンを手に取る。ごゆっくりどうぞ。マイペースにパフェを食べ始めたクイーンと仕事に戻った九条の背中を交互に見つめ、ため息をつき、アイスティーを口につけ、アイスティーに口をつける。クイーンは俺をガン無視してパフェを食べ続けていた。結城ノアね。はるかと同じく字はわからない。年はあなたと一緒。はい、というところで、まあね、新たな人物がね、まあ2人と接触したわけですが、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。